こんにちは株式会社スプラッシュの与澤と申します今日は SNS で話題の総務省データ表記方法の統一ルール対応それクラリスファイルメーカーでやっちゃいませんかをお送りいたしますまずはこのツイートをご覧ください2020年11月25日国会議員の河野太郎さんのツイートです 政府が公開する統計データを機械で容易に判読できるように表記方法を統一するとそしてそれについて広く意見をくださいというような内容でしたいいねが7600件リツイートが合計3000回というふうになかなか話題になったので目にした方もいらっしゃるかと思いますそれから約1ヶ月後とある文書が公開されました 統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールの策定というものですちょっと長いので以下統一ルールというように省略したいと思いますこれを発表したのは総務省の統計局です PDF で公開されていてどなたでも読むことができます e-STAT の利便性を高めてもっと便利にするために作られました eStat は政府の運営するポータルサイトのことです。いろんな統計データがまとめて公開されています。eStat に集められた統計データの元ネタは各省庁がそれぞれ独自に作成していたものです。それを単に集めて公開しているだけだったのでデータの形式には統一性がなかったんですね。使いやすいデータもあればそうではないものもあって混在しているような状況です。データがバラバラで揃っていないと 機械的に反応することが難しく、再利用しようと思っても、加工が必要になることもしばしばあったりとかして、ぶっちゃけ言うと使いづらかったわけですね。なので、統計データを入力するときのルールを統一したらいいんじゃないか、そういうお話になったわけです。みんな同じルールで統計データを入力しておく、そして正しいルールに基づいて入力された統計データを eStat に集めて公開する。 そうするることとでもっと便利にななんじゃないかちなみにまだルールが発表されて1年ぐらいなのでまだまだ eStat のデータはバラバラのままなんですけどねこれから新しく公開される統計データに関してはこの統一ルールに沿ったものが増えていくと思われますそういうわけですので統一ルール自体は eStat に載せる統計データを各省庁や政府機関で働く人たちが Excel で入力する。 こんな限定的な作業を想定して決められています。そのため民間企業が守らなきゃいけない義務的なルールではない。なんですが、でもとっても有用なんです。データ入力に関わる人であれば、どなたであっても知ってた方がいいことだらけ。ルールを守ったデータ入力を心がけるだけで、データの可用性も上げることができる。そう言い切っても過言ではない、とってもありがたい内容のルールになっています。 で、実際どんなことが書かれているか。統一ルールの目次です。ルールは全部で16個あります。例えば、1セル1データとなっているかというルールがあります。読んで字のごとく、1つのセルに入れていいデータは1個だけですよという、そういうシンプルなルールです。まずは、1セル1データで入力された良い例をご紹介します。 年度や仕入額、そして出荷額がきちんと整理されて入力されています。まあ、何の変哲もない、どうってことない、ごくごく普通に分かりやすい表です。こういうのが1セル1データの例です。合計を計算することも、並べ替えをすることも、グラフを作ることも、こういうふうに整理されている表であれば簡単に行えます。では逆に、悪い例1セルに複数のデータを入力してしまった場合、 すべての年度の金額が一つのセルに入っています。この場合、簡単に合計を出すこともできませんし、自動並べ替えも使えない。グラフの機能も使えません。いろいろと不便。なので、そういう入力の仕方はやめましょうねというようなことが言われています。この統一ルールの優れた点として、良い例だけではなくて、悪い例もちゃんと挙げられているところと。 そして悪い例について、どこがどうダメかということが細かく説明されているんですね。なので非常にわかりやすいものになっています。いかがでしょうか。特別に難しいルールではないということがお分かりいただけたかと思います。大体他のルールについても同じようなレベルのことがお話しされています。普段から Excel でグラフを作ってたり、関数を使って計算をしている方にとっては、 特別に意識をしなくても一セル一データで入力する当たり前のことかと思いますとはいえ世の中すべての人がこれを知ってて実践しているかというとどうでしょうか同僚や上司や取引先どなたかから渡された Excel データ開いてみたら一セル一データじゃなかったそういうことって覚えありませんか例えば複数の支店に Excel で作ったテンプレートを配布してデータの入力をお願いした場合を考えてみてください データが入力されて戻ってきたファイルを開けてみると、数値が1つのセルに2つ以上入ってたり、なぜかセルの中に注意書きが足されているとか、なかったはずの項目が足されているとか、勝手にセル結合をされているということもあるかもしれません。こういう状態だと、正直まとめ作業が非常に大変になります。簡単なコピペ作業では済ませられないことが多いからです。では、どうしてそうなってしまうか。そもそも Excel は、 すごく自由なソフトなんです整然と並んだセルどこにでも好きなように入力をすることができますセルの幅や高さを変えたり表示・非表示切り替えたり簡単に変更することができます合計が欲しいなと思ったときに計算式を入れることですぐに計算結果を見ることもできます列を足すのも行を足すのもそんなに難しい作業ではありませんひたすら自由でフリーダムそういう世界が広がっているんですね ルールを守ってもらいたいという観点からしたときに、この自由さが困りものなんですね。統一したルールで入力してもらいたいとき、Excel のいいところはそのまんま悪いところになってしまいます。こういうことをされたら困るなということ。こういうことをされてしまっては困るということ。それを一つ一つ制限するのは、そう簡単にはいかないんです。そこでルールを守ってもらいたいとき、ファイルメーカーの出番です。 ファイルメーカーはそういったことも簡単にコントロールすることができます入力するときももっともらいたいルールやお約束は仕組み化してしまいますそうしてしまえばユーザーにルールを説明して理解してもらうという必要はなくなりますファイルメーカーはそういう仕組みをとても作りやすいソフトですそれではファイルメーカーで実際にやってみましょう3つのトピックを選びました 1>, 1つ目はさっきもお話しした1セル1データ2つ目は数値データは数値属性とするというものそして3個目はスペースや開業で見た目を整えないことそれぞれファイルメーカーで実現する方法をご紹介しますさてまずは1セル1データからいきましょう年度フィールドに入力を試してみましょう 例は元年と入れて、開業して、例は2年、また開業して、例は3年のような感じですね。今このように一つのフィールドに開業して、複数のデータを入れようと思えば入れられる状態になっています。開業できないように設定してみましょう。レイアウトモードに切り替えて、 粘土フィールドを選択します。右側のインスペクターのデータタブを開いて、真ん中ほどにある次のオブジェクトへの移動に使用するキー、リターンとエンター、それぞれにチェックを入れます。レイアウトモードを終了して保存します。新規レコードを作成して、先ほどと同じように入力を試してみましょう。例は、 年、まず、リターンキーを押してみます。今、開業せずに仕入れ額のフィールドに仮想が移動しました。同じように、もう一件新しいレコードを作って、データを入力します。今度は、Enter ーキーを押してみましょう。 先ほどと同じように仕入れ額にカーソルが移動しましまた。このようにリターンやエンターなど開業を入力するときに使用するキーに他の動作を割り当てることによって開業そのものを入力できなくするという方法で1セル1データのルールを守ることができるようになります。まずは1セル1データとなっているか1つクリアです。どんどん次にいきましょう。 2つ目のルールは数値データは数値属性とし文字列を含まないこと。入力されたデータが数値なのか文字列なのかコンピューターは入力されたデータの種類を機械的に判別します。例えば1万円というふうに数字と文字が混ざって入力されているそういうデータについてはこれは数値ではなくてテキストだというふうにコンピューターは判断します。数字だけで1万と入力されたデータであればこれは数値だなというふうに判断をします。 例えばこのようなデータ、すべて数値ではないものとしてコンピューターは判断します。通貨単位としての円や、キログラムやトンといった重さを表す記号、そして経理や会計でよく使われるマイナス記号としての三角形、こんなふうに数字と一緒に単位が入力されていると、人間だったら瞳で価格だなとか重さかなというふうに理解することができます。ですがコンピューターの場合は、そのように数字ではない文字列が入っていることによって、これは 数字ではなくて数字が混ざったテキストデータだぞというふうに判断をしてしまうわけです。そのためコンピューターにこれは数値だよと理解してもらいたいとき、そういうときは数字以外の記号は入力してはいけないわけです。こんなふうにシンプルな数字だけの状態にしてあげる。そうすることによってコンピューターはこれは数値だというふうに判断できるようになります。コンピューターが数値だと認識すると合計を出すとか、 数値の大きい順小さい順での並び替えを行うとか数値をもとにグラフを作るということもできるようになるわけですそれでは数値が入るべきフィールドには数値以外の他の文字列を入力できないようにするそのようなことができればルールを自然に守ってもらうことができます先ほどのファイルで言うと仕入れ額と出荷額には数値が入ります仕入れ額を選択して フィールドのタイプを数字に変更します。こうすることで、仕入れ額フィールドに入力される値は数字として取り扱われるようになります。数字タイプのフィールドは集計することはできますので、集計フィールドも作っておきましょう。仕入れ額に値を入力しました。10万円、10万円。 10万円。実は数字タイプのフィールドであっても、このように数字以外の文字は入力ができてしまいます。ですが、数字タイプのフィールドであれば、他の文字が一緒に入力されていたとしても、数字として取り扱われます。ですので、集計を見ると、正しく合計が計算されています。この数字を別のものに変えると、集計結果も変わりますので、 ちゃんとととと数字としてて取り扱われいいることが分かるこがかか思います。ですが場合によっては正しく計算することができないことがありますこんなふうに数字とその他の文字が混在している上に2つ以上の数字が離れて入力されている場合こういう時ファイルメーカーは 5万と50という数字をそれぞれ取り出して、そのままくっつけてしまいます。ですので、この場合は500万50という数字になってしまいます。仕入額の合計を見てみると、520万50という数字が計算されています。ちなみに、このサンプルでは分かりやすいように、わざと桁の揃った数値で見ていただいてますので、このように合計を見てすぐに気がつくことができますが、もしもっと細かい数字がたくさん入っていて、 さらにデータの件数も非常に多いといった場合、パッと見で計算がおかしいことになかなか気がつけないという可能性もあります。そのため、こういうデータが入力できないように制限したいと思います。ピント定義に入力値の制限というタブがあります。ここで必要条件のタイプを数字にチェックすることで、数字以外の文字が入力されることを制限することができます。 一件レコードを作って、先ほどと同じ文字列をコピーして入力してみましょう。エラーが出ました。選択肢は3つあります。ここではいをクリックすると、このように数字外の文字が入力ができてしまいます。一度値を消去して、もう一度入力をする。今度はいいえをクリックしてみます。 EA をクリックするとこのようにフィールドの編集に戻ります。ここで数字以外の文字を削除してしまえばいいのですが、このまままた確定をすると再びエラーが発生します。フィールド復帰をクリックすると編集自体がなかったことにされます。3つのボタンが出てくる上にそれぞれ何が起こるのか結果を想像がしにくい。これは入力値の制限を使用する上で大きなデメリットです。 なののでこの方法はやめておきたいいと思います今回は入力値の制限ではなく入力値の自動化という機能を使って入力できる文字を数字だけに制限してみたいと思います。シール学フィールドを選択してオプションをクリックします。入力値の自動化タブに移動して計算値をクリックします。 計算式が入力できるようになっています。ここで、getAs と入力すると、候補になる関数がいくつかサレストされます。getAsNumber を使用します。テキストの部分には、仕入れ額を指定します。フィールドに既存の値が存在する場合を置き換えないのオプションは、チェックを外しておきます。 入力値の制限に関しては設定を外しておきましょう先ほどと同じようにデータを入力してみたいと思いますエラーは出ずに数字以外の文字が削除されましたこのようになるとユーザーは即座にこのフィールドには数字以外の文字を入力することができないということを 理解すすることができますエラーメッセージが何度も表示されるよりも効果的に制限をすることができますちなみにこの計算式なんですがカッコの中のテキスト部分をセルフの関数で書くことも可能ですセルフ関数は計算式が定義されているオブジェクトの内容を返します フィールドの計算式として使用された場合そのフィールドに入力された内容を返しますさらにセルフを使って設定した式はそのままコピーして他のフィールドにペーストすることができますこのようにコピペだけで簡単にいくつものフィールドに設定することができます先ほどと同じように値をコピーしてまずは仕入れ額 数値のみになりました。続いて出荷額。分かりやすいように数字をちょっと変えてみてこのように出荷額についても数字以外の文字が入力されないようになりましたセルフ関数は非常に便利な関数です例えば他の使い方としてこの3つのフィールドには あらかじめ条件付き書式を設定してやりました。isEmpty() セルフ、つまりこのフィールドに何も値が入力されていない場合、フィールドの背景に黄色い色をつけるという設定をしています。そうすることで、このように値が何も入力されてないところは黄色くなり、何か値が入力されると色が消える。 たくさんのフィールドがあってもセルフ関数を使うことで簡単にこういう設定ができます。二つ目のルール、数値データは数値属性とし文字列を含まないこと。こちらもファイルメーカーで実現できました。それでは次のルールです。スペースや開業などで定裁を整えていないか。 まずは誤った入力をご覧ください津市四日市市伊勢市松阪市2文字4文字3文字3文字長さがバラバラな文字列それらを無理やり揃える目的でスペース記号を入力していますこのように余分なスペースが入っているとうまく検索をすることができなかったり相当が上手にできないというようなことが起きる可能性があります 機にに正しく判読させるためには、不要なスペース記号が入力されたら削除するそんな仕組みを作ってみましょうフィールド定義の計算地図導入力でスペース記号を削除するように設定しましょうデータベース管理画面の地域名フィールドを選択してオプションを開きます 計算式スペースにサブと入力するとサブスティテュート関数がサジェストされます。サブスティテュート関数は3つの引数を使用します。1つ目はセルフ関数を割り当てます。2つ目はチェックする文字列です。半角スペースをチェックしたいと思います。ダブルクォーテーションを1つ打って半角スペースを入力し、ダブルクォーテーションで閉じる。 3つ目の文字列はチェック後に置き換える文字列です。今回はチェックした文字を削除したいため、このようにダブルクォーテーションを2つ入力してください。続けて、全角スペースに関しても除去したいと思います。サブスティテュートは条件を重ねることができますので、まずこのように各カッで2つ目と3つ目の条件をくくってください。このように、 コピーして一旦開業した後に二行目にコピーした式をペーストしてください見やすいように適宜開業などを入れて整えておくと良いでしょうここで半角スペースを全角スペースに置き換えますこうすることで半角スペースこのようにコメントを つけておいても良いでしょうスペースを削除する計算式が完成しましたフィールドに既存の値が存在する場合置き換えないのオプションはチェックを外しておきます実際に入力して確かめてみましょう新しいレコードを1つ追加して寿司と入力してこのように全角スペースを入れた場合 フィールドを抜けると全角スペースが削除されました松坂シート入力して間に半角スペースを入れますこのように全角と半角のスペースが混ざっているような場合であっても問題なく除去ができます3つ目のルール スペースや開業などで定裁を整えていないかどうか、こちらについてもファイルメーカーで実現することができました。ここまで統一データから3つのルールを取り上げて、ファイルメーカーで実現する手法をお話ししました。いかがでしたでしょうかこれならルールをよく知らない人にルールを覚えてもらわなかったとしても、ルールに沿ったデータを入力してもらえるんではないでしょうか 最後に補足情報として2点付け加えたいと思いますファイルメーカーの優れた点として共有機能があります冒頭で複数の視点に Excel ファイルを配ってデータを入力してもらって集めるというような例をお話し,しましたこういう時に Excel ファイルを配るのではなくてファイルメーカーのカスタムアップをクラウドサーバー上で共有して各視点から接続をしてもらって入力をさせるというようなことが可能です ファイルを配って集めてコピペしてという作業は不要になるわけです。また、共有されたカスタムアップの場合、複数のユーザーで同じテーブルを閲覧することはもちろん、各自で検索を行ったり、編集をすることも可能です。各ユーザーが行う検索やソートなどの状態はデータベースに書き込まれないので、他の人の仕事には影響しません。また、共有利用が難しい場合であっても、 データを Excel に書き出すことが可能です。入力はファイルメーカーで行って、それをうまく Excel で活用するというような使い方が可能です。Excel だけではなく CSV ファイルにも書き出すことができます。チーム外の方とデータをやり取りするときや、他のシステムと連携が必要なときにも十分対応が可能です。今日は総務省のデータ入力統一ルールから 厳選した3つのルールをピックアップして取り上げ、ファイルメーカーで簡単に入力してもらう方法をご紹介しました。ファイルメーカーで統一ルールを踏まえた仕組みを作ることで、快適に正しく入力を行ってください。本日の参考資料です。